今日は総勢11人で人狼ゲームをします。メンバーは、ヤミリアです。フランです。サトリです。ユユコです。うどん湯です。コスズです。コウシです。エイキです。マリサだぜ。ヨウムだニョン。レイムです。役職は、市民さん、人狼2、占い師1、霊能者1、狂人1、狩人1、背徳者1、妖狐1です。背徳者とは、妖狐を判別できる妖狐陣営で、妖狐系が全滅すると次の朝に死亡します。1日目、ウプ主が殺されゲームマスターになった。2日目、話し合いスタート。今日は背徳者がいるんだな。妖狐もね。背徳者は妖狐が誰かわかるの？わかるよ。でも妖狐は背徳者が誰かわからないんだよね。そうだぜ。そして妖狐を自殺すれば背徳者も死亡する。占い師には頑張ってもらわないと。呪殺は占い師にしかできないからね。じゃあ占い師は出てきて。マリサしろ。私は霊能者を使用するよ。じゃあレミリア進行よろしく。オッケー。質問だけど背徳者と妖狐の色は白なの。そうだニョン。ほんと占い師に期待だね。プレッシャーかけないでよ。ごめんごめん、みんなで頑張ろう。そうだね。今日は誰を釣るニョン？初日はわからないな。レミリアどうする？じゃあ今日はグレランで。話し合い終了。投票中、投票結果。レミリア、レイムはエイキに。フラン、ユユコ、コスズ、マリサはサトリ。サトリ、ウドンゲ、コエシ、エイキ、ヨウムはレイムに入れた。よって、レイムが処刑されます。あれれ残念。夜約。3日目、フランが無残な姿で見つかった。早いよ。話し合いスタート。占い霊能結果よろしく。サトリ黒だったよ。やったね。ユユコやったぜ。でもユユコが新占いなのかまだわからないよ。確かに。でも狂人が人狼に黒出しはしないよね。とりあえず今日はサトリを釣って色見てみたらどうだ。賛成。ウプ主もいいよ。了解。投票中、投票結果。サトリはうどん湯に、それ以外はサトリに入れた。よって、サトリが処刑されます。仕方ないね。夜約。4日目、コスズが無残な姿で見つかった。そんな。話し合いスタート。今日も占い結果よろしく。英気しろ。英気は白確定か。そうだね。霊能結果よね、サトリは黒だった。やったぜ、人狼あと1人だな。妖狐と背徳者はまだいるのかな？妖狐はいるな、背徳者はわからないぜ。私はユユコが背徳者だと思う。え、ユユコは黒当てたから新占いじゃないの？えいき、どういうことだ。私人狼なのに白出しされたから、あ、しまった。じゃあユユコは偶然黒を当てたってこと？そういうことになるね。マジか。ちょっと待って。人狼あと一人なのに自分から人狼っていうのおかしいよ。確かに。今日は誰を釣るニョン？グレイはうどん家だけだニョン。そうかわかったぜ。このままだとうどん家が釣られるよな。そうだね。そうか、それを阻止するためにエイキは人狼を語ったんだね。妖狐が釣られたらおしまいだからな。じゃあうどん家が妖狐なの？誤解が解けてよかった。じゃあ今日はうどん家を釣るしかないね。ウプ主もういいぜ。了解。投票中、投票結果。うどん家、エイキはマリサに。それ以外はうどん家に入れた。よって、うどん家が処刑されます。悔しいよ。夜約。5日目、マリサとエイキが無残な姿で見つかった。マジか。残念。話し合いスタート。やっぱりうどん家が妖狐だったんだ。そうだね。もう占う人いないニョン。私ヨウムが白出しした小石を占って黒だったよ。でももう RPP だニョン。死人負けちゃうの。RPP は運ゲーだから望みはあるよ。うん。ウプ主もいいよ。了解。投票中、投票結果。レミリア、ユユコは小石に。小石、ヨウムはレミリアに入れた。同数のためランダムで、小石が処刑されます。まさか。人狼と妖狐は、いなくなり、
市民は安心して暮らすことができるようになりました。それでは気になる役職配分を発表します。デミリアは霊能者。フランは市民。サトリは人狼。ユユコは占い師。ウドンギは妖子。コスズは市民。小石は人狼。エイキは背徳者。マリサはカッ。ヨウムは狂人。レイムは市民でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。